リーファに呼ばれてここへ来たけど、リーファいるか？あ、キリト君、ごめんね、急に呼び出しちゃって。大丈夫だよ。確か俺がこの世界で学んだ剣技を見てみたいんだったよな。うん、そうなんだけど、その前にちょっとだけいいかな。なんだ、準備運動でもするのか？どうしたんだよ、急に抱きついてきて。お兄ちゃん、本当によかった。リーファ、いや、すぐ。やっと二人になれた。お願い、ちょっとの間でいいからこうさせて。ああ。またお兄ちゃんが無茶なことしてるって聞いて、私どうしたらいいのかわからなくって。でも絶対会いに行くんだって思ってこの世界に来て、そしたらお兄ちゃんは眠ってて、こんなに心配して必死に会いに来たのにさ、気持ちよさそうに寝てるから、もう本当にもう心配させないでよ。ごめん、すぐ思い出したよ。すぐは心配性で思いやりがあって、そして泣き虫なんだったな。泣き虫は余計だよ。でもね、ここに来るまであっという間だったの。ずっとお兄ちゃんのこと考えてたから、今何してるんだろうとか、ちゃんとご飯食べてるかなとか、痛い思いしてないかなとか、笑って過ごせてるかなとか、ずっとずっと考えてたんだよ。ありがとう。すぐが思ってくれたおかげでこうして目覚めることができた。お兄ちゃんが目覚めたのはきっとみんながお兄ちゃんのことを思ってたからだけど、でも私だってみんなに負けないくらい、いや、みんな以上にお兄ちゃんの力になりたいと思ってるんだよ。だからね、目覚めたお兄ちゃんと二人きりになれたと思ったら思わず抱きついちゃった。ああ、ちょっと驚いたよ。でもありがとな、すぐ。うん、こうして俺を思ってくれる人がいる限り、俺は強くなければいけない、倒れちゃいけないんだ、絶対に。まあさ、落ち着いたならみんなのところに戻るか。あ、待って。どうした？確かに呼び出したのは二人きりになるためだったけど、強くなったお兄ちゃんと戦いたいっていうのも本当だよ。お兄ちゃんがこの世界にいた2年で覚えた技見てみたいの。だから私と戦って、キリト君。リーファ。ああ、そうだった。リーファはどんな勝負でも常に真剣だったな。わかった、受けて立つよ。そうこなくちゃ。Ah!
っぱり強いね。この世界の動き方を熟知してるって感じがするよ。結構強いアカウントを使っているのに、お兄ちゃんにはちっとも勝てる気がしないよ。この2年間勝つための剣を磨いてきたからな。でも俺はすぐの剣も好きだぜ。まっすぐで芯が通ってて。ありがとう。でもそっか、お兄ちゃんはこの世界に2年以上いるんだもんね。 SAO の時みたいに不安は大きかったけど、私にとって離れていたのは数日だけだったから不思議。アンダーワールドと現実世界では時間の進む速度が違うからな。まったくすごい技術だよ。もうせっかくなんだから、そんなことに感心してないで、もっと2人で話そうよ。あ、わかった。そうだな。すぐはもうこの世界には慣れたか？ううん、まだまだだよ。仮想世界には結構慣れている方だと思ったんだけどね。 STL が見せる景色も現実に近い戦いにも慣れるまではもう少しかかりそう。初めて仮想世界に入ったのは ALO だよな。うん、お兄ちゃんがアインクラッドに入った後、仮想世界がどんなものなのかを確かめようとしたの。でもその後やっぱりお兄ちゃんを助けなきゃと思って、私もナーブギアで SAO に入ったの。結局助け出すというか、私も一緒に閉じ込められることになっちゃったけどね。それでも俺は妹と再会できてすごく嬉しかったよ。あんな状況で家族に会えるなんて俺は幸運だった。必死に飛び込んだ甲斐があったかな。その後は俺たちと一緒にいろいろな世界を旅してきたよな。うん、すっかり VRMMO にハマっちゃったんだよね。やっぱり兄弟なのかな。かもしれないな。でもすぐは現実世界で剣道も頑張っているだろ。それは俺には真似できないことだからな。素直に尊敬するよ。ありがとう。確かに私現実でも仮想世界でも剣を振っているんだよね。まさに生まれながらの剣士だな。それだけ剣を振り続けているんだから、そろそろお兄ちゃんに勝てるようになってもいいのにな。俺を超えるなんてすぐならあっという間だよ。さてそろそろ戻るか。うーん、もっと頑張って次こそはお兄ちゃんに参ったと言わせたいな。まあほどほどにな。みんなの思いは嬉しいし、また会えたことも嬉しい。でもだからこそ俺がみんなを絶対に守るんだ。誰も傷つけさせやしない。そしてみんな揃って帰るんだ。お兄ちゃんまた怖い目してるよ。さっきもその目してた。あごめん。すぐ、何でもないんだ。それで何の話だっけ。はあ、どうせお兄ちゃんのことだから私たちを守らなくちゃって思ってるんだろうけどさ、私はおとなしく守られるつもりないから。すぐ、もう二度とこの世界でお兄ちゃんをあんな風に傷つけさせたりしない。私がこの剣で戦って絶対に守るんだから。だってそのためにここに来たんだもん。ありがとう、すぐ。すごく頼もしいよ。私もっともっと強くなるから。だからこの世界でもよろしくね、お兄ちゃん。